どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は長渕剛さんのユージ、こちらの熱い曲をこのウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はあのこうガツガツいく青春のこの、ね、夏の熱量がこう詰まったこのビートも込めてかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、いつも頭の中の流れている曲、大好きな曲、 CD 聴いたりカラオケ歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、これ本当に楽しいんです。ぜひ皆さんにも体験していただきたいと思うんですけど、楽器はね、やったことないんだよな、聴くのは好きだけどやったことはない、苦手なんだよね、もう不器用だから無理という声が聞こえてきそうなんですけど、皆さん、ウクレレがありました。弦も4本だし簡単なんですよ。とにかく簡単。コードも他の楽器に比べてもはるかに簡単で、またちっちゃいでしょ。だからいつでもこう手軽にもうね、ソファーのところに置いててパッとこう持てる、これがいいんですよね。で、始めたらわかるんですけどね、奥もすごく深いんですよね。だからね、全然飽きずにね、もうどんどんね、のめり込んでいってもハマりますから、本当にぜひ始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになります。あれ、もう俺自分できちゃってるじゃんってすぐなると思いますよ。これ YouTube ですからね、いつでもどこでも、ちょっとした隙間時間にスマホでも見られる。これはね、もうやりましょう。しかも無料。始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がすでに1000曲、ウクレレ簡単レッスン動画としてもすでに上がっております。最新の J-POP、 定番 J-POP、 昭和の集める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもウクレレで簡単に弾いて歌う、これがコンセプトでやっております。さっきのリンク先のところに行くと、歌手検索、曲検索、曲名検索、ジャンルボックスからも選べたりできるようになってますんで、このお気に入りの曲を今度はね、やりましょう。聞くからやるに変える。これが楽しいと思います。それでは早速行ってみましょう。長渕剛さんのユージ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、ワン。腹が立ちまった、訳もなく家を出たんだ。公衆電話から友人に声をかけ、待ち合わせた16の夜、ガソリンスタンドの自動販売機で壁を開け、二人空を眺めた。工場跡の空き地へ続く道で、タバコをもみ消し、すべてに唾を吐いた。友人、あの時の空を忘れちゃいないかい。友人、あの時のエネルギッシュなお前が欲しい。帰りたい、帰れない、青春と呼ばれた日々に戻りたい、戻れない、狭間で叫ぶ俺がここにいる。
長渕剛さんの有事、力強い青春の曲、いいですね。はい、今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレショートカットバージョンで1番をやったバージョンなんですけど、これこの後2番が丸々同じ長さでひっついてるということで、コード進行とか構成全く一緒で歌詞だけが変わりますんで、もしフルコーラスでやりたい方、どんどん書いてってください。2番の歌詞もね、それでオリジナルのフルコーラスの楽譜を完成させてください。この2番の歌詞もね、なかなかもうすごいね、パワフルなんていいと思うんですけど、で動画のテロップと合わせられるようになった方、それでもねやっぱ書いてくださいね。それで自分だけで歌ってみるのをおすすめします。でその時の参考になるようにガズのノートを見ていただこうと思うんですけれども、ちょっと今日ちっちゃい表記になってますんで、ね、これがワンブロックですからね。はい、ここら辺をちょっとご確認ください。曲はすごくシンプルです。はい、シンプルですよね。もうほんとこれはもうなんかもうほんとド直球でいきたい、熱くいきたい曲でございます。ちょっと字がちっちゃいかな。動画のテロップを一時停止で書いてもらった方がいいかもしれませんけれど、まあ一応ガズはこんな風に書いてるということでございます。一時停止で、いいですか。じゃあ自箇所ですね。はい、こんな。でここちょっと見てください。ここなんか、ここ記名とか書いてあるんですよね。ここのところね、ちょっとここ後で解説します。あとここにもくるっと書いてあって、これ書いてある、何か書いてある。こういうのはね、後半やるかっこいいバージョンで何かがあるよという証なんで、今やったのは上の段を4つ引きで弾いていたということでございます。はい、じゃあ一時停止ね。これの伸ばすとかはまあ分かりますよね。はい、でここ最後なななななって、ここがねなんかこういいんですよね。はい、じゃあ出てくるコード見てみましょう。コード5個ですよ、すごい。 Am と C と F と G7 と Em7 のこの超絶入門コード5個でございます。このコードはですね、まあ本当ウクレレにとっては入門コードなんですけど、一応皆さん今日はこれをシェアします。はい、ドン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で優しくて助けてくれる、もう本当魔法のようなコードのグループを、ガズレレ必須コードということで私が命名しております。このねガズレレ必須コードっていうのは、ね、本当にウクレレをやる上でも一番最初に覚えてほしい超基本グループです。はい、10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うでしょう。でも1個ずつ見たら簡単、指1本で押さえられるコードもいっぱいあるんですけど、ただ10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画で解説しています。ここにリンク貼ってます。このリンク先でこの10個のコードスイスイ覚えられますんで、そしたらもう今日そのうちの5個だから、はい、スイスイできるようになる。こういう風にこのガズレレ必須コード覚えて、いろんな曲どんどん歌っていきましょう。はい、じゃあこっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコード進行一緒なんですけど、まずリズムですね。この弾き方いきます。ドン !8 ビートのチャ、これはですね、これがいいです。ちょっとやってみましょう。嫌になっちまった、たたつたちゃか。腹が立っちまった、たたつたたたん、ちゃったつたちゃ。この、ちゃった。このチャ、8ビートのこのチャ。これはね、このビートを聞かせた感じ、このドラムのね、このドン。この雰囲気をこの右手でガチャッとこう再現している弾き方でございました。8ビートルちゃんの弾き方、ここ行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートルちゃという、動画でちょっと練習してもらうとできるようになります。で、8ビートルちゃっていうのは、その前に普通の超基本の8ビートというリズムがあって、それができてからじゃないとチャにはいけないんで、まずはこの普通の8ビートから、何もやったことない方はやってみてください。8ビートのチャでやるとね、これは本当にこうドライブ感が増してね、さらに、輝きを増すと思いますんで、ぜひこのリズムやってみましょう。はい、そして、曲の中に入っている決めみたいなところに行こうと思います。ここで出てくるんですよね。すべてに唾を吐いた、ここ、決めって書いてあって、はい、CCCG7。なんか矢印書いてあるぞと、これなんですけど、ちょっとここデモ演奏してみますね。タバコもみ消し、サビ前ね、すべてに唾を吐いた勇気、これです。勇気、これをやりたい。これはね、勇気って言葉にコードが一個ずつ対応してます。CG7Am ですね。それをちょっと分かりやすく表記すると、ここにちょっと書いてみたんですけど、
タンチャカタタタ、ここでユウチなんですよ。 C C C G7 A マイナーで、この矢印、この矢印はシンコペーションというリズムで、動画内ではこの矢印マークを書くんですけど、これはリズムがね、前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションというリズムです。もう一回やると C C C G7 A マイナー、 A マイナーがちょっとこうガッと食い込んできてる。はい、もう一回やろうか。タバコもみ消し、 F でしょ、全てに唾を吐いた、次のブロック C チャッカ CG7 A マイナー、 CG7 A マイナーがアップですね。 G7 もアップか。 CG7 でチャーやって A マイナー。はい、ここわかる。もう一回やってみましょうか。タバコもみ消し、全てに唾を吐き、 C を普通にワンブロックやった後にツンチャッカ言う、あの時のとなります。たし、CC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 G7Am がシンコペーション。ここはちょっと何回もこの、やるというか、あの歌が分かってると結構やりやすいんじゃないかな。ゆうち、はい、もう一回見ていただきましょう。このねゆうちのところ、ちっちゃいつがポイントですよ。ザンチャッカジジチッチャン、CG7 A マイナー、ユッチー。はい、これちょっとこの絵が参考になると思うんだよな。この矢印の、この矢印マークも書いてあってね。タンチャッカタダッタ、ここチャなんだよこの C は。ズンチャッカタダッチャ、はい、ここが、あるとやっぱサビでグッとこう引っかかりがあって、ね、かっこいいんで、お願いやってみましょう。はい、で次のね決めもあるんですよ。これはね、これもかっこいい。エネルギッシュなお前が欲しいで、G7 2回目のここ見て、1弦の235って書いてあります。テロップで書くとこんな感じになる。ここはね、いきますよ。エネルギッシュなお前が欲しい、1弦でしょ、235。ここはですね、まず最初 G7 を押さえてるじゃないですか。 G7 を押さえてる時点でもうこれ2フレット、1弦2フレット押さえてるんですけど、その後1弦3フレットに行って5フレットに行くってことですね。235ですね。こんな感じ、235なんですけど、これ5どうしても届かないって方いるんですけど、これ見て、ここのね、ここを回転させるのがポイントですね。2押さえたら3の時にもうこう、で、この薬指離した方がいいです。ここでブロックかかっちゃうんで、3をやるとき小指か薬指でもここ押さえちゃって、5は小指しか届かないです。ここ押さえたまんまだからね、G7。2、3、5という感じで。これをくるっと回していく。こんな感じでこのフレーズを弾いてみました。これでまたね、最後、帰りたいにこうドーンとこう突き進むみたいな感じが表現できると思います。ここはかっこいいです。ぜひ皆さん、トライしてみてください。そういうわけでこのユージという曲はですね、淡々と落ち着きながらもちょっとこう、熱い思い、若者のこの青春のこう、たぎる青春という感じで、そのイメージをしながらやっぱね、この歌うのがいいと思います。よっしゃ、やってみましょう。長渕剛さんのユージ、ガズレレリューかっこいいバージョン、やってみる。わっ嫌になっちまった、腹が立っちまった、わけもなく合わせた16の夜、ガソリンスタンドの自動販売機で缶ビールを開け、二人空を眺めた、今週はその空き地へ続く道で、タバコも見消し、すべてに唾を吐いた、ゆうち、あの時の空を忘れちゃいないかい、ゆうち、あの時のエネルギー
秀なお前が欲しい。帰りたい帰れない、青春と呼ばれた日々に戻りたい戻れない、挟まって叫ぶ俺がここにいる。さんのユージ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。熱量高くこう魂ドーンとこうぶつけて歌い上げたい曲でございます。皆さん歌っていきましょう。ありがとうございます。ただガズレレのちょっと最新情報なんですけど、今回はちょっと残念なお知らせが実はあります。3月15日に予定されていたガズレレイベントですけど、例のコロナウイルス問題で中止が決定しました。中止というよりは延期と考えてください。やっぱちょっと落ち着いたらまた開催します。これ実はね、さっきもちょっと動画でご案内したんですけど、すっごい応募をいただいてて、もうソールドアウト寸前だったんでね、もうほんと残念なんですけど、仕方がないということで、そんな時こそ皆さんウクレレでね、音楽奏でて免疫力上げていきましょう。楽しいことを思いっきりやってる時に免疫力上がりますからね、ぜひ皆さんお願いします。で、続いてご案内しているイベントなんですけど、佐賀と葛西も、ちょっと今ね、中止とか延期という決定をされてないんですけど、今後のこの情勢次第でちょっと、まあそんなことも起こるかもしれませんが、ちょっとお見知りおきください。で、このイベントに関するお問い合わせは、この島村楽器店さん各店までお願いいたします。で、水戸で参加表明されている方、ご案内が島村楽器水戸マイム店さんが届くと思いますんで、ちょっとお待ちください。すいません、お手数ですけど、まあ残念ですけど、ちょっとその間に本当ウクレレでこうね、免疫力とかこう楽しむということで上げといてください。よろしくお願いします。あとウクレレの情報とか、これ今ちょっと今欠品なんですけど、もう近々すぐ入荷しますね。この情報とか、アプリ、ガズレレのアプリがあるの、ガズレシピとか、あとこのキャップとかね、このストラップとか、もうこの水引きだとか T シャツとかいろんなグッズの情報とか、もういろんな情報、ブログも書いてます。ホームページ見てください。ホームページ見たら全部書いてありますから。はい、ホームページのリンクもここに貼っておきます。で、ここ、今映ってるこのね、リットミュージックのこの本、この2冊の本、これも今絶好調でございますが、実は今年の夏前に、2020年の夏前に第3弾出ます。今それいろいろこう、設計中で、編集者の方といろいろやり取りしてて、これもね、お楽しみにしておいてください。そんなことでコロナウイルス問題が騒がれてますけど、私たち音楽があるんで、これを思いっきり、こんな時こそ、好きなことを思いっきりやって、免疫力を上げて、乗り越えていきましょう。よろしくお願いします。はい、楽しく音楽やろう。ありがとうございました。さよなら。